俺はおしゃれになりたい。まあおしゃれとは一体何か。それはパスタが作れることだ。はい、ということで今日はですね、ヒロズキッチンということで、僕の大好きなジェノベーゼパスタをちょっと本格的なやつをね、ちょっとガチで作っていこうかなと思います。パスタ作れる男ってなんかちょっとかっこいいじゃん。フライパンでこうやってやるみたいな感じのパスタ作れる男かっこいいと思うんで、ちょっと今日はね、そんな感じでジェノベーゼパスタ、わかりますか皆さん。ジェノベーゼバジルのパスタでございます。これを本格的なやつをちょっとレシピ見ながらにはなりますけど作っていこうと思います。ということで材料はこちらです。はい、まずはこちら、スイートバジル。バジルですね、これが一番重要ですね。まあなんといってもこれがなかったらジェノベーゼならないですから。はい、そしてお次ももちろんこちらパスタ用意します。今回このディチェコっていうパスタを買ってきたんですけど、なんでこのパスタにしたかちょっと理由があるんですよ。ジェノベーゼをね作る上でやっぱ僕は太いパスタが好きだったので、ちょっともちもち食感的なやつと、あとなんといってもこれ安かった、今日スーパーで特売でした、これが。なんでこれ買ってきました。はーい、はい、お次こちら松の実。俺これ全然食べたことない、料理で使うとも思ってなかったんだけど、これをいってあのジェノベーゼソースに混ぜてあのペースト状にするらしいです。はい、そしてお次こちらニンニクで、これはですねあのスペイン産でございます。スペイン産のニンニク、ニンニクはねスペイン産がおすすめです。なぜかというと安かったので。はい、そしてまあこれお好みになりますけど粉チーズ、これも大事ですね。オリーブオイル、まあ、ジェノベーゼ自体がバジルとオリーブオイルのパスタっていうことなので、オリーブオイルもしっかり準備してください。こっからはまあお好みになりますけど、エビ入れたりとかいろいろ入れて、僕は今回ジャガイモを一つぶち込もうかなと思います。ということで早速調理開始です。バジルって火が通ったり温まったりすると色が悪くなるんだって。なんでこのフードプロセッサー、ミキサー的なやつを冷やすらしいんだよね。で俺冷やすの忘れちゃってたんだけど、とりあえず今から冷やしておこうかなと思います。だからさ、ジェノバすげえ作りたいなと思ってて、で前々からこの動画を撮ろうと思ってたんですけど、高えよいろいろレストランとかで食べるとさ、まあ高くても900円とか1000円とか、まあちょっと出て1100円とかじゃん。全部揃えたら材料だけで1200円ぐらいしました。安いの見つけて買っても、ちょっとねだから割に合わないねこれは。じゃあこれをいっていきまーす。まあこれ1袋 20g なんですけど、全部使っちゃって大丈夫みたいです。これ自体がどういう味なのか全然知らないんだよね。で、なんか軽くいるぐらいでいいらしいので、ちょっとまあ焦げ目ついてきたんでそろそろ揚げましょうかね。はい、今こんな感じに仕上がりました。はい、そしたらお次こちらですね、じゃがいもを1センチ角ぐらいに角切りにしていきたいと思います。はい、こんな感じになりました。じゃがいもはとりあえずこのままちょっと放置しておいて、麺と一緒に茹でるみたいです。はい、じゃがいもが切れたらこちらニンニクですね、これは一かけ使います。で、あとはまあ冷蔵庫にでも入れて取っておいてください。とりあえず使うのはこれだけですね。で、これもミキサーに入れちゃうので、まあ軽く切っておいて、まあそんなに細かくしなくても大丈夫です。まあこんな感じかな。これでミキサーにぶち込みます。おい、そしたらミキサーもまあいい感じに冷えてきたので、この中にまずニンニク、さっき切ったやつですね、ニンニク入れます。そしたらバジル、これねちょっとなんか使い方が結構癖があるらしくて難しいんですけど、洗っちゃいけないんだって。めっちゃええ匂いするやん。洗っちゃいけなくて、汚れがついてたら拭き取るぐらいでいいらしいんですけど、まあ汚れてないね、大丈夫そうなんで。軸を取って入れます。だからここの茎の部分だね、あの葉脈の部分はあってもいいんですけど、茎の部分、この部分は取って中に入れます。なんかこれね、軸の部分何かに使えないのかね、もったいない気がすごいするんだけど。わあ、めっちゃいい香りだ。バジルなんて俺今まで一回も扱ったことないよ。なんかさ、生クリームとか入ってるのかと思ってたら、意外にも生クリームとかは入ってなくて、バジル、オリーブオイル、ニンニク、松の実っていうこの4つだけしか使わないみたいですね、材料は。塩小さじ1/3、こんなもんか。はい、ほんと2つまみぐらいですね。で、胡椒少々、胡椒少々。はい、で、オリーブオイル 100cc。 100cc も入れんの？すげえ入れんじゃん。このお玉2杯分だよ、 100cc って。すごい入れるね。なんかすごいおしゃれなもん作ってる気分になるんだけど、気分だけは。したらじゃあこいつをミキシングしていきましょうか。忘れてるもんないよね。バジル入れた、ニンニク入れた、松の実入れた、粉チーズだ、粉チーズ買ってきたのに。せっかく大さじ2ってことは60だね、 CC でいうと 60cc。
違うわ、30だ。今こんな感じでございます。これをボインとやっちゃいましょうか。ボインと、うわ、これやば、くっそいい匂いするぞ。テンション上がるな。いや、まあ月曜の昼からね、一人でジェノベーゼパスタ作ってる男もどうかと思いますけど、いいんだよ、まあいいよ、うん、パスタ入れまーす。へえ、12分もかかんの、信じられない。まあパスタといえばあれですから、いきますか、いきましょうか。レディーゴー。イエーイ、綺麗に入ったんじゃない。よし、じゃあ残り2分になったのでじゃがいも投入していきます。いきまーす、ゴー。あつあつ、ちょっとね、じゃがいもに火が通りきってない感がすごいので、ちょっとだけレンチンします。そしたらちょっと大きめのボウルに麺とじゃがいもを移しました。で、ここにじゃじゃーん、ジェノベーゼソースをかけていきましょう。もうね、めちゃくちゃいい匂いしてるんよ。早く食べたい。ソース足りるかな、足りなかったかな、麺が多かったかな、欲張っちゃったかな、ちょっと。あー、でもいい感じよ、すごくいい感じ。僕にはもうね、夢のような光景が目の前に広がってますよ。よし、そしたら盛り付けしていきましょうか。はい、完成いたしました、ジェノベーゼパスタ。よし、やっと食べれる。もうめちゃくちゃ時間かかった。動画撮りながらだから1時間くらいかかっちゃいましたけど、早速いただきたいと思います。もうね、フォークとかじゃない、菜箸でいただきます。もう男の料理ですから、いただきます。うますぎる。俺は今とてつもなく幸せだ。はい、ということで今日はですね、もう僕がめちゃくちゃ大好きなジェノベーゼパスタ作ってみました。ちょっと材料とかね、手間とかはいろいろかかるんで、あんまりお家で作るには向かないかもしれないですけど、ちょっとね、楽しんで作ってみるぐらいだったらちょうどいい工程数と材料数だったかなと思います。ということで、ぜひ皆さんもよかったら作ってみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。